武雄国際音楽祭は、福井県越前市で行われる、武雄国際音楽祭推進会議、財団法人越前市文化振興、施設管理事業団が主催する、音楽祭である。2001年より、音楽監督を細川俊夫が務め、プログラム構成などその全般を任されている。一流の演奏家を招致している。プログラムに並ぶのは、現代曲、伝統音楽、 クラシックと幅広い。日本の現代音楽も取り上げられており、現代の日本人作曲家を招いて、日本楽器を用いた演奏も行われている。期間の半分近くは、ワークショップコンサートとして、ワークショップ参加者の新曲が初演され、方楽も伝統曲及び現代邦楽も含めて取り上げられている。毎年1回は必ず邦楽と現代音楽を、 同時に取り上げるコンサートが行われる。メイン会場の越前市文化センターのみならず、周辺の寺院やショッピングセンターなどでも演奏会が行われる。16回目となった2005年には第1回竹尾国際歌詞アカデミーが合わせて行われ、竹尾国際作曲ワークショップと合わせて新人教育の場ともなっている。開催時期が2004年までは6月だったが、2005年からは、 多くの大学の夏休み期間に合わせる形で8月末から9月に変更された。2010年度は8月から9月に移行した。ありがとうございます。